公害書とは、物語の公害を記した書のことである。日本文学において特に何も指定せずに、公害書という時には、源氏物語の公害書のことを指す。源氏物語は54巻、約100万文字からなる、一大長編物語であり、様々な人物が登場し、筋立ても入り組んでいるため全巻を読み通すことは、極めて困難である。またさらに、 源氏物語が書かれた時代から社会制度が変化し、そこで使われている日本語もまた変化したため、源氏物語は原文をそのまま読んでも意味がわからないものになっていった。そのため、鎌倉時代から室町時代にかけて、源氏物語について多くの注釈書が次々と書かれており、新たな注釈はそれ以前に書かれた注釈を踏まえて、書かれるために、世尊寺 これゆきの、源氏爵藤原定家の、奥入り、河内方による、指名称、四辻義成の、河界、章、一条、金吉の、課長四条から中野井道勝の、民工入り諏訪へと、時代が経過するに従って、それらの注釈の体系が膨れ上がってきた。しかしこうして出来上がった、膨大な注釈を自在に駆使して、 源氏物語全体を正しく理解することを目指している人々はあくまでごく少数の人々であって、歌人やレンガ師など当時の多くの人々にとっての源氏物語とはあくまで歌作りのための教養の源泉であり、できるだけ時間をかけずに必要な知識だけを手っ取り、早く習得したい対象であった。公害書とは、このような源氏物語についての必要な知識を手っ取り早く、 売るための手引書とでも呼ぶべきものである。鎌倉時代から室町時代にかけて様々な公害書が次々と作られていった。ありがとうございます。